やっと捕まえたぞ、子猫ちゃん。なんでこんなことするんだ。俺はただ、ミシックのリサイクラーが欲しいだけだ。君を人質に取り、君のことを大切に思ってる誰かに取りに行かせる。それが理由だ。そんなことしなくても、僕が取りに行ってあげるのに。それはダメだ。君のことを信用できないからな。それに、そんなこと言っておいて、逃げるかもしれないだろう。とりあえず君は人質だ。おとなしく、牢屋に入ってろ。きっと、留守なのかな。ハナ、大変よ。キッドが誘拐されたわ。え、本当に？うん。さっきグライミーって人が、私に直接言ってきたの。キッドを解放してほしければ、ミシックのリサイクラーを持ってこいって。それは大変。じゃあ私、リサイクラーを取りに行くわ。わかったわ。私はジュールズとかにも言ってくる。人数は多い方がいいと思うし。そうだね。ということで、今回もフォートナイトやっていきたいと思うんですけども、キッドじゃなかった、ハナ。キッドじゃないよ。そうやな、ハナ。今からミュージックのリサイクラー取りに行くんやってな。そうなの。きっと大丈夫かな、誘拐されたって聞いたけど。心配やな。とりあえず私一人じゃ心細いから、保安官さんに協力してもらおうと思ってここに来たの。保安官さん、こんにちは。やあ、キッドの元カノじゃないか。ハナって言うんだっけな。そう。どうしたんだ。キッドがね、グライミーって人に誘拐されたの。なんだと。それで今から助けに行きたいんだけど。詳しく状況を教えてくれ。うん、そういうことか。犯人の居場所がわからないとなると、とりあえずそのミシックのリサイクラーを取りに行くしかないな。そうだよね。ああ、協力する。一緒に取りに行こう。ありがとうございます。よかったな、保安官さんに協力してもらえることになって。そうね。あとはコッコにも協力してもらえるようにちょっと聞いてみるわ。コッコと知り合いなんやっけ。一度だけ話したことあるよ。覚えてない？ああ、確かに話したことあるな、過去の動画で。ええ、コッコさん、こんにちは。いえ、キッドの元カノじゃないか。ハナだっけな。そうだよ。それでどうしたんだ。キッドがね、誘拐されたの。だからもしよかったら協力してほしいんだけど。それは大変だ。もちろん協力するよ。ありがとう。キッドまだ大丈夫だといいけど。そうやな。てか優しいな、ハナ。キッドと別れたのに助けようとしょって。まあ別れたけど仲直りはしたから。それに友達だし。もったいないな、きっと。こんな優しいのに、元カノ。より戻せばいいのに、早く。そう言ってくれて嬉しいわ。聞いた。くださーい。おー、ナイス。ボスの声聞こえるし、近くにおるな。うん、気をつけないと。おいよ。てか、あれ、ボス倒して、そのミシックのリサイクラーどこに持っていくん？レクさん聞くつもり。正解。おいよ、その調子。後ろじゃない。本当だ、きれい。あ、下から敵来た。来たな、気をつけんと。えい、痛いな。俺に攻撃してくるとは度胸があるじゃねえか。倒してやる。やばいわ、ちょっと回復する。そうやな。よし、回復できた。てかめっちゃ修正するで気をつけていかんと。敵よりは普通の。うめえ、足音する。あ、リサイクラー。おお、敵が倒してくれとるやん。やった。じゃあ、あとは持っていくだけか。そうだね。とりあえずレクさん聞いてみる。連絡先とか知っとん、レクさんの。うん、知ってる。